心に響く対は、キャリーと平野翔が語る人生の充実法とは平野翔の人生観に衝撃。梅雨に例えた生き方の深い意味とはキャリーパミュパミュのラジオ番組、賃貸プレゼンツキャリーパミュパミュチャプターハッシュタグゼロ、タッチユアハートをが放送される日曜日の昼下がり、リスナーたちは彼女の独特な語り口に耳を傾けていました。この日のゲストは平野翔さん。 彼の登場は多くのファンにとって待ち望まれていたものでした。彼の温かい声と率直な話し方は多くのリスナーの心をつかんでいました。番組の中で彼が語った言葉が特に印象的でした。梅雨の時期が人生っていう時間だと考えた時に本当に限られた時間なんだろうなと。今やりたいことをやってちゃんと充実した時間を過ごさないと。 自分の人生っていう梅雨が終わっちゃうなと思うと彼は語り、これが多くの人々に深い共感を呼びました。人生を梅雨に例えることで、その一瞬一瞬の大切さを強調した彼の言葉は、私たちに日常の中で見落としがちな重要な瞬間を見つめ直すきっかけを与えてくれました。平野さんはまた、キャリーパミュパミュさんへの質問を通じて、自分自身の生き方や考え方についても触れました。 キャリーさんのスタイルというか、ビジュアルというか、コンセプチュアルなスタイルは自分発信で見つけられたんですかと彼は尋ね、その質問がキャリーさん自身のクリエイティブなプロセスに対する興味と尊敬を示していました。意外にもその質問は非常に敵をいており、彼の知識と関心の深さを垣間見ることができました。キャリーさんは、その質問に対して自分のスタイルがどのようにして形成されたのか。 そして、それがどれだけ自分自身の内面から発信されたものであるかを丁寧に語りました。彼女の回答は、多くのファンにとって新たな発見であり、彼女の想像力と独自性をより深く理解するための手がかりとなりました。番組の中でのトークは、リラックスした雰囲気の中で進行しました。それは、キャリーさんとヘイヤさんの自然体な会話の流れが、リスナーにとっても心地よいものであったからです。 彼らの会話はまるで親しい友人同士の雑談のようで聞いている側もその一部になったかのような気持ちにさせられました。このリラックスした雰囲気は番組ブースに平野さんの友人である小野くんやキャリーさんの旦那様が訪れていたことも一因であったのかもしれません。彼らの存在がさらに温かく家庭的な空気を作り出していました。 番組終了後多くのリスナーは SNS 上で感想を共有し合いました。キャリーちゃんと翔くんの会話と声に癒されて幸せでしたといったコメントや一日一日大切に過ごしますといった決意の言葉が多く見られました。これらの反応は彼らの会話が単なるエンターテインメントではなくリスナーにとってのインスピレーションや励ましとなっていることを示していました。 特に平野さんの人生観についての話は多くの人々にとって大きな影響を与え今この瞬間を大切に生きることの重要性を再認識させましたキャリーパミュパミュさんのスタイルやビジュアルに関する話題もファンにとっては非常に興味深いものでした彼女の独自の世界観やクリエイティブなプロセスについての話は多くの人々にとって新鮮で彼女の作品に対する理解を深める手助けとなりました 彼女の言葉を通じて自分自身のスタイルを見つけるためには内面的な探求が不可欠であることが伝わりました。これは多くの若いクリエイターやアーティストにとって大きな励ましとなるものでした。また、キャリーさんとヘイヤさんの会話の中で彼らの人間性や思いやりが垣間見えた瞬間も多くありました。特に平野さんが彼女の質問に対して真摯に答える姿勢や お互いの意見を尊重し合う姿勢は多くのリスナーにとって感動的でした。彼らの会話は単なる情報の交換ではなく心の交流であり、それがリスナーにとっても深い意味を持つものでした。このラジオ番組は単に音楽やトークを楽しむだけでなく、リスナーにとって人生の教訓やインスピレーションを与える場となっています。毎回の放送が終わるたびに多くのリスナーはその内容に感銘を受け、 日常生活における新たな視点を得ることができます。今回の放送も例外ではなく、キャリーさんとヘイヤさんの対話を通じて、多くの人々が自分自身の人生について考えるきっかけを得ました。さらに、この番組はリスナーとの双方向のコミュニケーションを大切にしています。リスナーからのフィードバックや質問に対しても、パーソナリティーたちは真摯に応じ、彼らとの距離感を縮める努力を惜しみません。 これにより、リスナーは番組に対してより親しみを感じ、自分自身もその一部であるという感覚を持つことができます。キャリーパミュパミュさんの、賃貸プレゼンツキャリーパミュパミュチャプターハッシュタグゼロ、タッチユアハートは、まさにそのタイトル通り、リスナーの心に触れる番組です。彼女の独特な視点やクリエイティブな発想、そしてゲストとの温かい対話を通じて、毎回新たな発見と感動を提供しています。 この番組を聞くことで多くのリスナーが日常の中に埋もれてしまいがちな大切な瞬間を見つけ出し、その瞬間を大切に生きることの重要性を再認識しています。これからも、キャリーパミュパミュさんと彼女のゲストたちが織りなす心、温まるトークを楽しみにしながら、私たちリスナーはその一瞬一瞬を大切に過ごしていきたいと思います。そして、番組を通じて得たインスピレーションを日常生活に活し、 自分自身の人生をより充実させるための糧としていくことができるでしょう。これからの放送がどのような新たな発見や感動をもたらしてくれるのか、非常に楽しみです。このような素晴らしい番組が続くことで、多くの人々がより豊かな人生を送ることができるでしょう。私たち一人一人が自分自身の人生を大切にし、充実した時間を過ごすためのヒントを得ることができるこの番組に、 心から感謝しています。そして、キャリーパミュパミュさんと彼女のゲストたちのさらなる活躍を期待しつつ、今後の放送も楽しみにしています。平野翔さんが語る人生観は、多くの人々にとって大きな影響を与えました。彼の言葉は、まるで親しい友人からのアドバイスのように心に響き、リスナーたちに自分自身の生活を見直すきっかけを与えました。キャリーパミュパミュさんとの対話を通じて、 彼がどれだけ真剣に自分の人生を考えているかが伝わり、それが多くのリスナーにとっての共感を呼びました。人生を梅雨に例えるという独特の視点は、私たちが日常生活の中で直面する様々な困難や挑戦を乗り越えるための新たな視点を提供しました。梅雨の時期は短く、限られた時間しかありません。それと同様に、 人生も限られた時間の中でいかがに充実させるかが重要だと平野さんは強調しました。この考え方は多くの人々にとって新鮮であり、日々の生活をより充実させるためのモチベーションとなりました。また、平野さんの質問によって明らかになったキャリーパミュパミュさんのクリエイティブなプロセスも、リスナーにとって非常に興味深いものでした。彼女がどのようにして自分のスタイルを見つけ出し、 それをどのように維持しているのかという話は、多くの若いアーティストやクリエイターにとって大きなインスピレーションとなりました。彼女の回答を通じて、自分自身の内面を探求し、それを外部に表現することの重要性が強調されました。番組のリラックスした雰囲気は、キャリーパミュパミュさんと平野翔さんの自然体な会話のおかげでした。彼らの対話は、まるで親しい友人同士の雑談のようで、 リスナーもその一部になったかのように感じました。この温かい雰囲気はブースに訪れていた彼らの友人たちの存在によってさらに強化されました。彼らの存在が会話に家庭的な雰囲気をもたらし、リスナーもその中に引き込まれました。